今月開催のがんサロンについてご紹介、暮らしの保健室だよりです。ではゲストをご紹介します。ホームホスピス秋田の福田真美さんです。福田さん、はい、よろしくお願いします。お願いします。さあ、福田さんにはこのコーナーで何度か出演いただいてますが、水曜日は初出演ということで、よろしくお願いします。では改めてなんですが、この暮らしの保健室について詳しく教えてください。予約なしで誰でも気軽に相談できる居場所です。医療や介護の専門職のボランティアが常駐しておりまして、いろいろお話を伺っています。専門知識を持った保健師の方などに、まあ、医療や介護のいろいろ気軽に無料で相談できる場所なんですね。こちら、場所が秋田駅からすぐのところですね。ポポロードを進んでいって左手に見える建物の2階となっています。ね、気軽に相談ということで、確かに学生時代は保健室ってあったじゃないですか、中学高校。そうですよね、なんかちょっとした相談をできる場所はありましたけど、大人になったらやっぱりこう、病院にまずは行くってなるんですけど、病院となるとハードルが高いなって思うようなこともあるので、こう本当に町の保健室っていうのがあるのはいいですよね。こう病院に行くまででもないけれども聞いてみたいとか、これどうなんだろうってことありますよね。私本当に子どもの病院に行くことが多いんですけど、ね、小児科ってめちゃくちゃ混んでるじゃないですか、時期によっては。そんな中でお医者さんが説明してくれたこと1回じゃ理解できなくて、あれなんだっけって聞きたいけど、まだもういっぱい待ってるし、子どももなんか泣いてるしと思ってわたわた出てきちゃったみたいなことがあるので、改めてあの意味どういうことだったんだろうっていうのをこちらでゆっくり聞くことも、もちろんできます。できるんですね。他になんかどういった相談に来られる方いらっしゃいますか？相談といいますと、病気の相談だったり生活の相談だったりで、介護の方に繋がせていただいたりですとかなんですけれども、主にイベントを通して相談室の存在を知っていただいて足を運んでくださる方が最近は増えてきています。そう、暮らしの保健室ではさまざまなイベントも毎月開催されているということなので、今月のイベント見てみましょう。こちらです。さあ、4月も盛りだくさんなんですが、由美さん、なんか気になるイベントありますか？フレコグニ、コグニって何だろう？調べましたところ、コグニションっていう認知っていう英語とエクササイズを混ぜた造語で、頭を使いながら認知症の予防体操をするという。体操、みんなで頭を使った体操をここで開催されるんですね。他にもなんか折り紙教室なんかもあったりして、これ参加は子どもも大人もおじいちゃんおばあちゃんも誰でも行けるんですか？どなたでも大丈夫です。なんですね。じゃあちょっとおじいちゃんと、お孫さんで行って一緒に折り紙したり、そうですね。で、その合間に気軽にこうご相談したりみたいなこともできるんですね。さあ、いろいろ今月もイベントがあるんですが、今日はこの中から4月24日水曜日に開催されるがんサロンについて詳しく聞いていきたいと思います。さあ、こちらのがんサロンとはどんな企画なんでしょうか？サロンという言葉はフランス語で居場所とか集いとかという意味もあるんですけれども、がんサロンというのは去年から始めたもので、秋田県の助成を受けています。がんの体験者の方だったり、ご家族の方がこう集まってそれぞれの体験を語り合ったり、副作用の工夫だとかをこうお話しし合うっていうところと、あとフリータイムはちょっとお茶を飲みながら気楽にお話をする居場所作りをしているというところです。なるほど。サロンっていうことはこう集いとか集まりっていう意味なので、がん講座とはちょっと違うというか。そうです、そうです。すごく居心地のいい開放的な空間でやらせていただいております。さあ、そんながんサロンなんですが、こちら今回のテーマが、がん防災、今私にできることというテーマを設けられています。がん防災という言葉、あまり聞き慣れない言葉なんですが、どういった意味なんでしょうか？はい、
今年に入って能登の、 半島地震があったりですとか、あと去年の秋田県の豪雨で災害に遭われた方もたくさんいらっしゃるかと思います。そういう記憶に新しいところだからこそなんですけれども、うん、自然災害もいつでも誰でも起こりうると分かっててもなかなか備えることは難しかったりするんですが、がんも今は2人に1人はなる時代というふうになっていまして、同じように誰でもなるし、20代でも30代でもかかりやすいがんっていうのはあります。それに対して備えておくことでちょっとこう気持ち の、 安らぎを得たりですとか、準備ができればいいなということで、ちょっとこれを今日は持ってきたんですけれども、はい、がん防災マニュアルというのがありまして、これは一般社団法人がんと働く応援団さんが作られたものなんですが、はい、こういうのを活用して今度のサロンは勉強していきたいなと思っています。がん防災、そのハンドブック中はどんな内容なんでしょうか。はい、例えばですけども、開けて一番最初のページにはですね、家族と自分を守るがん防災あなたはどうということで、備えている人と油断している人ということで、あるんですけれども、例えば自分だけはがんにならない自信がある、っていうのは油断している人、あとは高額な治療の方が効くと思う、っていうのも必ずしもそうではない。で、例えば備えている人はじゃあ何を知っているかというと、いざとなった時の相談先が分かる、分からない、今その自然災害 の、はい、防災は意識高まってきてますので、はいはい、それこそ避難所、こういう時はどこに避難したらいいかっていうのを把握している方増えてきてるかもしれませんが、はいはい、実際にがんに関して の、 その今おっしゃってた相談場所、はいはい、ちょっとどこにどうしたらいいのか、ね、まずショックを受けて、そこから考えるって難しいですよね、先に知っておかないと、そういうことでがん防災備えて知識を持っておく、はい、ということなんですね、はいはい、で今回のそのがんサロンでは、はい、このハンドブックを使って実際にサロン行われる、はい、ということなんですね、はいはい、どんな内容のサロンになるんでしょうか。まず中に書いてあることを一緒に共有したいなと思っています。がんは予防とあと治療と共に生きるっていう共生っていうところ3つの柱がありますので、それについてそれぞれ知識が書いてありますので、その備えを確認して、でそれぞれ の、 気がかりなどを話し合おうかなと思っています。実際サロン当日には、はいはい、そういった体験者の方の話も聞けたりするんですか。そうですね、はい、がんに備えることに関してはやはり診断されたばかりの方とか治療これからっていう方に対してはこういう治療をしてきたよっていう経験者のお話が何よりこう支えになったり励みになったりっていうことがあると思いますので、そういう時間をたくさん持てればいいなと思っています。ユミさんご覧になっていかがですか。はい、早期に発見できれば 90% 以上が生存できるっていうのも書かれていて、やっぱり検診大事ですよね。私も今年40周年を迎えますので おめでとうございます、これからいろんな検診が、うん、女性も ね、 そうですね含めていろいろ受けられるようになるっていうのをちゃんとやらなきゃなと、やっぱり改めてこういう機会をいただくと思いますね、はいはい、そうですね、ただただこうがんって怖いなって怯えるんじゃなくって、うんうん、はい、そうやって実際に知識があればちゃんと検診を受けたりして、うん、はい、正しくちゃんと理解することが大切ですよね、はいはい、このハンドブック、ぜひじっくり読みたいなという方いらっしゃると思うんですが、はい、どのように手に入るんでしょうか。はい、がんと働く応援団さんのホームページからダウンロードできますし、はい、あと郵送していただくこともできます、うん、あ
とは4月24日のがんサロンに参加された方にもお配りしますので、うん、はい、ぜひいらしていただきたいなと思っています。ありがとうございます。でぜひこのがんサロンで学んだことを生活に、ね、はい、生かしていってほしいですし、はい、まあ、いろんな人にこう話して伝えたりも、ね、はい、していってほしいですよね、はい、そうですね。やっぱりこういった体験者の方の声が聞けたりするのも大きいですよね、はい、そうですね。なかなか病院の短い診察時間の中で全てを解決するっていうのは難しい時もあるかと思いますので、一旦家に帰られて、はい、病院でも家でもないこう地域のこういうがんサロンで、うん、いろんな知識だったり気持ちだったりを共有することも一つかなと思っています。ありがとうございます。さあ改めてがんサロン2024について詳細はこちらです。開催日は4月24日水曜日となっています。1週間後の水曜日ですね。時間は午前10時30分からで、お昼12時頃に終了予定ということです。会場がクロッセ秋田2階の暮らしの保健室となっています。参加費は300円です。これお茶代なども含まれるということです。事前の申し込みお願いします。申し込みは電話 018-853-6835 までお願いします。さあね、クロッセ秋田暮らしの保健室さんでもこういったがんサポートされていますが、はいはいはい、秋田県でもさまざまなサポートを行われているそうですね。はい、これが、最新版の秋田がんサポートハンドブックなんですけれども、秋田県の、がん診療連携協議会が作られているものです。はい、こちらには相談先としてがん相談支援センター の連絡先ですとか、あと助成金ですね。治療でウィッグが必要になった方だったり、はい、あと例えば乳がんの手術で、乳房の下着だったりが必要になった方にそれぞれ助成金がサポートされるなど、いろいろ制度は整えていただいていますので、なかなかホームページにアクセスしづらい方もいらっしゃるかと思いますので、これも各病院のがん相談支援センターに置いてありますので、ぜひ手に取っていただきたいなと思っています。ありがとうございます。でぜひこのがんサロンはもちろんなんですが、はい、暮らしの保健室、そして秋田県のサポートなども、はい、ぜひ気軽に、ね、利用してもらいたいですね。はいはい、最後にメッセージをお願いします。はい、去年の6月から始めてきてこのがんサロンで、今思うことは定期的にこう集うことの意味だったり意義だったりします。ちょっと体つらいなだるいなって治療つらいなとかって思った時も、じゃあ来週のサロンまでちょっと頑張ってそこで仲間にいろいろお話ししようかなって頑張れる時もあるかと思います。そういう居場所づくりになればいいなと思っておりますので、ぜひいらしてください。お待ちしています。ありがとうございます。福田さん自身も普段は訪問看護師さんとして活動されているんですよね。はい、がんの利用者さんですと抗がん剤治療だったり手術後だったりでちょっとケアが必要な方、あとご家族がご心配だという方も含めてお宅までお邪魔して訪問看護もいたしておりますので、一緒にご利用いただければ嬉しいです。ありがとうございます。でユーミンさん、この暮らしの保健室、こんないい場所駅前にあるので、これ利用しない手はないですよね。最近私の周りでも介護というほどではないんだけれども、でも両親のことが心配でっていう声が多くなってきて、でもこれどこに相談したらいいんだろうっていう、病院に行くまででもないんだけどっていうところ、そういったところを相談できるんですよね。あとはやっぱり介護でお疲れの方とかね、その声を聞いてもらいたいでもいいわけですか。もちろんです。確かに実際にこう病院に行くまでも何か起きないとやっぱ病院って行きにくいかなって感じちゃうんですけども、その前にもう不安な時点でこちらの保健室ぜひ利用してもらいたいですね。さあこの暮らしの保健室、改めて詳細はこちらです。秋田市中通り2丁目にございます。秋田駅からポポロードまっすぐ進んでいただきますと、左側にあるクロッセ秋田という建物の2階にあります。ぜひ暮らしの保健室気軽に利用してもらいたいなと思います。
でこのがんサロンもまだまだ募集中ということなので、はい、4月24日、はい、水曜日こちらですね、はい、テーマはがん防災今私にできることというテーマで、開催されます。4月24日水曜日午前10時30分からこちらも場所は黒瀬秋田2階の暮らしの保健室です。事前の予約お願いします。電話番号が 018-853-6835 です。こちらねどなたでも参加できますのでぜひお気軽にご参加ください。さあそしてこのイベントでは、今日ご紹介いただいたあの冊子がん防災こちらを配布されますのでこのマニュアルに沿ってサロンを進められるということです、ね、事前に正しい知識を持って対策していきたいなと思います。いざという時に慌てなくて済むようにぜひ準備をしていきたいなと思います。やっぱりアナログがいいですよね。そうなんです。こういう冊子があると紙をめくって確認したい。一家に一台、一家に一冊、一家に一冊あるといいですね。だってあの10家族に1家族はがんを、ね、患う方がいるっていうことですから、はい、そうですよね、かなり身近ですよね。なんか私は大丈夫ってもう自然災害の時もそうですけども、はい、この地域は大丈夫ってどうしても思いたくなっちゃうんですけどもうそうじゃないんだという正しい知識を、ね、つけておきたいですよね。さあありがとうございます。今日のゲストはホームホスピス秋田の福田真美さんでした。福田さん今日はありがとうございました。